クレアマジックメルマガ早番、統一地方選全部揃いましたんで、2日連続で番組やりたいと思います。で、今日はですね、面白いところだけをメルマガの中からダイジェストで紹介ということで、まずは社民党、何がねこの党が面白いってね、なぜこの党が未だに生存しているのかを分かっていない人が多い、だって別にパヨクって立憲共産党だけありゃいいわけですよ。で、実際潰そうとしたんですよね、枝野って人が。で、枝野の下だけは絶対に嫌だという人が残っているのが社民党っていうね、パヨクでも枝野は嫌っていうね。今回ね、参院大分で落ちた吉田さんという元党首の人は、もう枝野の下でも生き残りたいって言って流れたんですけど、福島みずほさんは枝野みたいな人の下だけは絶対に嫌っていうね。だからパヨクも一枚岩ではないってことは知っておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。で、軽く面白いネタついついと言いたいと思いますが、みんな大好き N 党、気がついた政治家女子48党、もうめんどくさいんで N 党で言ってますけどね。結構ね大変ですよ N 党。さすがに今回は大変なんじゃないかなと思いますけど、選挙戦大変だった理由はメルマガの中書いておきましたけど、一つだけ言っておきます。選挙中に党名変更されてガタガタ言うような人は N 党ではやっていけない。それくらいでガタガタ言うぐらいだったら最初から入らない方がいい、それくらいの党です。でね、我らが浜田聡先生って N 党の両親とか N 党というより浜田さんみたいにね言われますけどね、浜田さんめちゃくちゃ肝座ってますからね。ガーシー騒動でね、こっちがねめちゃくちゃ心配しててもね平然とされてましたからね、結構大変だったですけどね。それは置いといて、でその、ガーシーの受益者は参政党ですよ。参政党に関しては彼らが一議席持った直後に日刊スパっていうところで、彼らをとんでもだと思ったらダメです。突き抜けたとんでもです。別の言い方をすると振り切ったとんでもなんですけどね。なんですが、それは政治に関心が高い人の間での評価だって、一般の人はね名前ぐらいしか知らないんですよ。神谷宗平ってどんな人ってね、日本人ほとんど知らないですから、それはねマニアしか知らない人なんで。で、色物感、キワモノ感を一般には全部ガーシーが引き受けてくれたんで、参政党っていいことを言ってるなと思われる戦略だ、いいことも言ってる人っていうのはいいことを言ってるなと思わせたら票が取れるようになってる仕組みなんですよ。それでそれなりになったと。じゃあよくね、参政党と仲良くしてくださいよとかね、倉山さん生みの親みたいなもんじゃないですかって、私参政党とは一度も関係ないんですかということで言っとくと、じゃあその評価基準を一つ言っときます。いろんなキワモノ枠ってあると思うんですけど、別にそれキワモノだからとか色物だから悪いとは言わないんですけど、そういう枠、この3人一緒にされたいと絶対思わないでしょうけど、立花隆さん、山本太郎さんは絶対にこの2人と相入れることないんだけれども、支持者も相入れることないんだけれども、立花さんも山本さんも自分の言ってることを信じてます。自分の支持者に嘘を言うことはない。じゃあ神谷さんは自分の言ってることを信じてますか、自分の支持者に嘘を言ってないですかっていう基準で判断してほしいんですよね。これね、最近全然接触を絶ってるんで実際のところどうなのか分かんないですけど、神谷さんが今言ってることを自分が信じていたら、やっぱりそれは支持できる評価基準としてどうなのっていう話になるので、そういうことで、結局神谷さんが自分の言ってることを信じてる信じてない二択ですよね。これどっちかしかないですよね。どっちの場合であっても今言ってることっていいの、いやどれか一部分じゃないですよ、根本的な部分ですよ。ということで、判断してほしいなっていうのが私の、行動する評価基準ですね。皆様のご参考にしてほしいなっていうのが一つですね。さて、でこれによって岸田さんは解散するかしないかっていうことなんですけれども、実は2つ選択肢があります。一つは維新の準備ができてしないうちにさっさと解散してしまう、ね、やっぱりね今ね岸田自民党はどういう打つ手があるかっていうと、立憲民主党を何が何でも支えるっていうのが維新潰しなんですよ。
だって維新が出てきたら真面目に選挙やんなきゃいけないわけですよ。立憲民主党だったら何やっても許されますからね。あの戦死者と餓死者が出ない限り何やっても許されるっていうのが自民党政治ですか。だどんなふざけたことやっても立憲民主党ある限り自民党は安泰なのに、なんと立憲民主党が野党第一党の座から滑り落ちるかもしれない。これはね、ありとあらゆるね手を使って安住さんあたりに金と票を回してね、なんとしてでも維新潰しみたいね、まあそういうことをまあ企んできたのが、まあ、これまでの自民党政治ですよ。うん、という中で、まあ、さっさと解散やって立民の野党第一党の地位を守ってあげる、選挙の時にそういうことやるみたいなのが今までのやり方が一つで、もう一つ安倍さんがや散々やった手なんですけど、もう年がら年中解散風を吹かすで、改造風っていうのは自民党議員にしか聞かないんですけど、解散風っていうのは与党も野党も関係なく準備しなきゃいけない状況を作るんですよね。で、散々準備させるだけさせておいて、もう力が限界まで来たところでやっぱやめたっていう、ことをやっておけば、まあ都合がいい時に解散やればいいんで、別に自分の権力を脅かす者はいなくなるっていう。ただし岸田さんがどっちの手を使ってもいいんですけれども、一個だけ気をつけなきゃいけないことがある。それはですね、創価学会公明党の許可を取っておくこと。まあ創価学会公明党さんはですね、大きな選挙のあと3ヶ月間はですね、選挙ができないという謎の法則があってですね、まあ選挙をやると決めたら民族大移動というのをねやんなきゃいけないらしいんで、まあそれで自民党としてはそこを抜きにして勝てる選挙区衆議院どれくらいあるのかなということなので、まあ岸田さんは解散風を吹かすときは創価学会公明党と話をつけてから吹かしておるわけなんですが、そこで維新の藤田幹事長がもし早期解散やって維新を潰しに来るんだったら利的行為と目指すと、こっちもね全選挙区にね候補者立てて対抗するみたいなことを言っているわけなんですが、まあ今話した話は政治のプロの藤田さん全部わかってるわけですよ。じゃあここでよくわかんない人が維新は野党共闘しないのかって言ってますが、そうではない。藤田さんの発言っていうのは公明党創価学会の牽制なわけですね。で、今回公明党は地方議員12人落選してるんですね。勝率 100% が今昔と化してきてるんで相当危機感持ってます。だから今維新勢いあるんで公明党創価学会に対して駆け引きを挑める力があるんで、いやあんたらね解散総選挙止めなかったらそれなりの返り血を浴びてもらいますよっていう牽制なわけなんですよね。ということで、まあ維新が伸びてきて、まあ、自民党を対抗しようと思った場合に結局創価学会公明党という要素が大きな位置づけになる。で、今回公明党が12人落としたっていうのがかなり大きな影響あるっていうのが、まあメルマガの面白いところなんですが、これでもまだ半分ぐらいなんでね、半分ぐらいね面白いこと出してもね、もう半分まだまだあるんでね、もう毎日6時に届きますんでね、クレアマジック入ってメルマガセットすると読めますんで、興味がある方はね、まあ、読んでいただいて、日本の政治がどうなるのかではなくどうするのかっていうことをね考えていただければなという、そういう塾ですので、まあメルマガで、残りはお会いしましょう。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。
チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。